板谷川は、岐阜県岐阜市と元須市を流れる木曽川水系の河川。長良川支流の伊ジラ川に合流する一級河川である。岐阜県岐阜市北西部のひな荘地区が水源。岐阜市と元須市の境付近を南流し、岐阜市下西号付近で流れを南東へ方向を変える。岐阜市北の板谷大橋付近から再び、南に向かい、次第に南西方向に流れる。 岐阜市鹿尻毛付近で伊ラ川と合流する。伊ラ川との合流点付近は大雨の度に氾濫を繰り返してきた。地域住民は水害対策として古くから和重を築くなどしてきた。国も大正から昭和にかけて戸場川、伊ラ川、板谷川改修工事が行われた。しかし近年になっても水害の不安は消えず、 特に1976年の台風17号による被害は甚大であった。板谷川流域はかつてたくさんのゲンジボタルが生息していたが農薬などによる汚染で昭和40年代には生息数が激減した。農薬の改良や地域住民の努力で昭和50年代後半には多くのホタルが現れるようになった。1988年から 流域の岐阜市西郷地区の八王子神社付近では、毎年6月初旬に、ホタル祭りが開かれるようになった。1989年には、現地ボタルの保全活動が認められ、環境庁より、岐阜市西郷板谷川ホタルの里として、ふるさと生き物の里百選の認定を受けた。しかし、1993年頃から再びホタルが、現れなくなり、 地域住民の努力が続いている。ありがとうございます。